はい、半負けの本家の半間岩尾先生です。ですね、地球でね、良い生物、まあまだ一般的には私という生物は良い生物なんですけど、良い生物だからね、人間は悪い生物だから、もう本当に重圧が多いんですよ。だからね、ただそれに対応する私自身は自分だけを守る力を持ってるんですね。重圧、良い生物なんだけど、人間たちが悪いんで、特別にね、人間たちの重圧が来るんですね。だいたい私と人間たち全員との摩擦で1日1000人ぐらい摩擦ができて亡くなってるんですね。私の方が防衛するためにね、人間上の知能でうまく人間を抑えて、ね、その時に人間たちが1000人ぐらい死んでんですよ。1日に1回ね、1日でですよ。で、良い生物は私しかいないんでね、で、人間は悪い生物だから重圧が人間全員から来るわけですね。だから人間たちと味方に事実上はなってないんですよ。ね。人間たちはね、私に対して良い生物なもんですからね。だから摩擦が多いために、ただこれは単なる引力でないと困るんですね。その重圧、人間全員と私にかかる重圧がなければ私は死んでしまうんです。引力ないとみんな死んじゃうでしょ。同じなんですね。だからね、私の味方とかついたりすることできないんですね。重圧、人間から全員から来るから、人間に私に対して味方になる、なれる人いないんです。人間に殺されちゃうんですね。私にとってはその重圧は自分だけは受けられて、単なる引力なんですね。一日人間たちとの、悪い人間たちと良い人間たちの摩擦でね、1000人ぐらい亡くなるんですけどね、私が亡くなるわけじゃないんですね。悪い人間たちが亡くなるわけです。一日に1000人平均でね、こういう大きい重圧が来るわけです。例えば福島原発は、私がこっち東京からね来た時の攻撃でね、来た世界的なから来たものなんですね。災害地震ではね、起きる事故じゃなかったんですよ。スケベだったんですね。わざと仕組んだね、分かんないようにね。とかマレーシア航空機の撃墜なんかは、ロシアとが戦争を打ってきまして、私に対して投資で無限に稼げるということでね、ということで、ロシアの口座ね、閉鎖するぞっつって、それと別に戦争を打ってきたんですね。それで私がリゾートを買おうと予約していたマレーシア航空機撃墜したんですね。ということでね、これはまあ乗るつもりはもうなかったんだけど、保安を外したらね、そういうことで外したらね、撃ち落とされたんですね。だから私の保安力は外側はやられるわけです。ね、遠くの。ということでね、私に誰も味方、トランプ大統領だって私に味方ついたら、トランプ大統領は殺されてしまいますからね。親しいなんていうのは形だけでね、本当に親しくしてたらね、ね、トランプ大統領は殺されますしね。まあ彼らは人民たちの操りで動いてるだけですけどね。で、重労働してるから奴隷みたいなもんですね。日本の大統領も奴隷みたいなもんですから、あんな重労働してる人いませんからね。働かないでね、マレーシアとか自分のリゾート買ってのんのんしてる人はほとんどですから、日本人は。すごく綺麗なリゾート海外にたくさんあるでしょ、ね、
たくさん日本人そういうとこ住んで泳いでね、いますから、重労働やってる人っていうのは、少しでも重労働やってる人はね、奴隷ですから、大体ね。日本の大統領も私よりか1歳年上ですけど、奴隷やってるわけですね。国会で働いてる人もみんな奴隷ばっかしでね 住民に働かされてるだけでしょ。だから自分でやってるわけじゃないんですよ、経営ね。要するに、やらされてるみたいなもんですよね、仕事ね。ただ人間はやらさないと仕事しないから、誰も。強制してやらせないと仕事はね。私と違ってね。私は自分の仕事しかそのからしないと。ね、自分の利益のためにしか仕事しない。人のための仕事しないんです。自分の利益がよくて、力強く健康で生きられることですね。ということで、私の場合は人間たちと重圧が大きいんで、これは引力なんだけど、強すぎて1000人も1日で死ぬので、平均でね。私の仲間作れる人間は誰もいませんよということですね。上の生物だけですねって。力の強い同じ以上の力の生物と仲間が多いです。そういうことですね。女性もね、気をつけてね、味方にはならない。で、両方にね、つかないということね。こっちにも迷惑かけないね。あっちにも、人間たちにもね、味方にならない。私にも味方にならない。手助け合いは、まあ、共同というような感じですね。私は美人しか興味ありませんけれどね。美人がやられちゃうと困るからね、私が好きな美人がね。ということでね、私には味方にならあの味方というか、攻撃、圧力に対してのね、は助けなくていい、平気で。ね、重圧に対しては。